はい、本日はですね、YouTuber に会いに、今京都へ向かっておりますという動画になっておりますが、本日は、一人で向かっているわけではないんですね、もう近くまで来てるんですけどもね、もう一人で来てもらってる、人がいてるんですけども、それが弟です。弟とインカムで繋がってます。今電気やばかもしれないんで、いいやけど、聞こえてるけど。え、聞こえてる？一応聞こえてるけど、だからもうそろそろ切れそうな感じ。ほんまやな、電波悪いな。まあ一応こんな感じでね、あの繋がってはいててね、あの YouTuber でバイク、はい、すいません、あの実はですね、この後ちょっと音声が途切れてしまってて、あの申し訳ないです。このナレーションでいきますね。はいはいはい、目的地着きましたよ。どんな感じなんかな、オフ会ってどうなってんのかな。そもそもこうバイク多いな、結構バイクおるやないかいという顔をしますよね。ほなじゃあ入っていこうと。よし、弟よ、おいついてこいよというような感じでね、背中で見してる感じですわ。でこれボーっと行くとですね、あ、バイク結構並んでるねとか、どうしたんやな、知り合いもおらんしな、どないしていこう。ちなみに弟は昨日楽しみすぎて寝れなかったらしいです。それぐらい楽しみしてたらしいけど、僕はぐっすり寝てましたけどね。まあ、そんなことしてたら近くに男の人が一人寄っていたんですね。あれと思って、あ、えさこしてるな、これ誰かなと思って、あ、この YouTuber の人やと思ってね、初めて言いました。オフ会あの来ましたって。YouTube 見ました。あのコメント、あのメール聞いてるやつ。あ、そうです。そうです。すいません、あのもう早速 YouTube 撮っちゃってるんですけど。いいですか。待ってますか。待ってます。待ってます。すいません、お邪魔します。めちゃくちゃ来てはりますね。弟のバイク。一生懸命なってしもた。弟のバイク激しめやけど、お兄ちゃんのバイク。チュロチュロっとね、あの僕も。行こうか。元君は？いらん。じゃあ、まずはゼロベースっていうところで休憩しましょう。もうダウンでも寒いのに、こんな格好して。はい、700円になります。から弟におごってもらう。はい、ちょうどお願いします。はい。はい、ホットコーヒーお待たせしました。ありがとうございます。佐藤とめるく中央社のギートバケット。はい。では、いただきます。ホットコーヒーいただきます。いただきます。もう焼けるわ。暑いのあかんもんな。暑い。奈良もでもあるんじゃん、ハリとか大津やけどな。ハリとかやったらな、ハリとかやったらあのフェラーリとかで集まったりするの。へえ。バイクも多いよな結構。バイクもある。靴こ激渋やな。これいつから履いてるの？普段こう2年とかするから。ああ、すごいね。ちょっと若干カビ生えてるけど。オイル塗ったらすぐいけると思うけど。オイルけど塗ったりしてんのよ。あ、そうだ、うん、カビ生えてた。ずっと置きっぱなしだったからな。ちょうどなった。俺はまだこれ履き出して、これ教習所用の靴として買ってまだまだ綺麗な。キャンプでもたまに履いてるけど。みたいな、まだ綺麗な。出ました。すげえ、めっちゃ匂いすんな。チーズの味しかせん。YouTube 見させてもらってます。 YouTube やられる。あ、そうなんですよ。だけど僕はもう全然僕はバイクで、はい、弟は車で。もうちょっとジムにちゃんと出していくんですよ。あ、そうですよね、はい、新型ですもんね。新型。僕はあの旧型なんですよ。22っていう型なんですけど、あのだから形がカスバッとか、ね、お互い取り合ってなんかもうこんな。滑らないように気をつけて。オッケー。もう充電いけるかな。まだ行こうか。いいっす。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで YouTuber さんの、ミーティング行ってきました。すっかりね、日も暮れるぐらいで、今も3時か、あの楽しい時間を過ごせました。やっぱ今まで動画では結構いろいろバイク、SR のバイク見たことあったけど、
まあ、実際生で見たりしたらほんまに好きな人なんやろうなっていうのがね、身に染みて感じました。皆さんね、あのバイク大事にされててバイク好きなんやなっていうのを感じれてね、よかったなと思います。で、弟とね、あの Bluetooth しながら帰ろうと思ったんですけどね、なんかこの Bluetooth 安いからかしてね、全然喋られへんし全然繋がれへん、すぐもうなんか聞こえへんくなるからね、もうすでに、出発してまだ1分も経ってへんけど、もう Bluetooth 繋がっておりません。では、ここからねぼちぼち帰っていきたいなと思います。帰り時間1時間35分。これつないでさ、バイク交換する？ちょっと。さて、バイクを交換して、おお、足の位置が違う。 OK、 いきます。演奏したらもう一回キックかけなあかんで。なんやこれ、おいおい、入ってないじゃないかい。どうでしょうか、どんな感じで運転してるんでしょうか。実は弟の乗ってるバイク、この今僕が乗ってるバイクと、まあ、僕のバイクあるじゃないですか、ややこしいな、僕が今乗ってるバイク、これ弟のじゃないですか、これ 250cc やから排気量ちっちゃいんですよ。で、僕が普段乗ってるバイク、弟が今乗ってるバイクですね、それは排気量400なんですよ。400のが大きいはずやねんけども、まあ SR はねそんな大きいバイクじゃないので、パワーも負けております。こっちの方が断然パワーあるな。こうちょっとひねったらもうスピードヒュッて出てくるし、すごいなこれ。はい、ではね、今日はこんな感じでバリオスでお別れしましょうということで、本日も見てもらってありがとうございました。またお会いしましょう。そして最後、弟の顔。あとね、最後にちょっと言うの忘れてました。今日せっかくねヌプシっていうジャケットで来たんですけどね、バイクにヌプシ合わんね。やっぱりなんで合わへんの言って、あったかそうやんかって思うと思うんですけどね、風がね若干通る、高速とか乗ったら通る、この街中やったらそんな通る感じないけども、やっぱ高速ぐらいまでスピード出したらね、結構風通ってるなっていう感じあるから、やっぱりちゃんと暴風のやつじゃないとねあかんなと思ったんで、次回はねマウンテンダウンもしくは水沢ダウンのね、完全暴風完全防水あたりでね攻めたいなと思いますので、またそちらでお会いしましょうということで、エンディングが2回になっておりますがお許しくださいということで、ということで分からないけど、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。